50センチの大口径の望遠鏡が展示品まで売れていることに驚きました。実物はまだ見たことはありませんが、自動導入と自動追尾ができる市販の50センチの大口径は他にはなさそうです。こんにちは、すみやです。今日は気になる望遠鏡についてです。天文ショップのシュミット訪問で驚いたのは、大口径の望遠鏡が次々と売れていることでした。スカイウォッチャーの40センチのドブソニアン望遠鏡は在庫がありませんでした。予約もたくさん入っていて、今から注文しても来年3月まで手に入らないとのことでした。35センチのドブソニアン望遠鏡は在庫があるようですが、一番大きい望遠鏡が欲しいと40センチを注文する人が多いのだそうです。スカイウォッチャーのドブ GO2 Wi-Fi シリーズは20センチから40センチまで5センチ刻みで5種類あります。私が持っている20センチのドブソニアン望遠鏡は日本語にも Wi-Fi にも対応していない古いモデルです。10年近く前、約10万円で購入したものです。コントローラーの調子が悪くて、約8年間も使っていなかったものです。今年になって Wi-Fi アダプターを追加購入したことで、深い眠りから覚めて大活躍してくれています。英語版だったコントローラーと違い、日本語対応のアプリで、スマホやパソコンから操作できます。プラネタリウムソフトのステラリウムと連携すれば、製図から見たい天体をクリックするだけで天体を導入できます。さらにファインダーに CMOS カメラをつけて、パソコンの画面に映せるようにしたので、ファインダーを覗く必要もありません。電子ファインダーを手に入れた感じです。月明かりや薄曇りでプレートソルビングに失敗しても、広角に映せる電子ファインダーで天体導入や位置の微調整ができます。望遠鏡のある屋上に行かなくても、下の階の部屋で快適に電子観望できます。電動のフォーカスモーターをつけたので、下の階からピント合わせもできます。自宅にリモート天文台があるような感じです。一度この便利な操作性に慣れると、このスタイルの天体観測から抜け出せません。自分一人でこのシステムの電子観望をしているだけではもったいないので、最近は電子観望の様子を YouTube ライブで配信しています。晴れた夜は視聴者と星空ライブを楽しんでいます。オンラインの天体観測観望会です。20センチのドブソニアン望遠鏡を手に入れたすぐ後に、30センチのトラベルドブソニアン望遠鏡も手に入れました。もともとはこちらを先に注文していたのですが、在庫がなくて何ヶ月か待たされていたものです。待っている間に使える安い望遠鏡として、スカイウォッチャーの20センチドブソニアン望遠鏡を購入しました。トラベルドブソニアン望遠鏡は軽くて持ち運びには便利ですが、自動導入や自動追尾ができないのが難点です。電子観望にはなかなか使えそうにありません。電子観望を始めた頃は AZGTI にミルトル400やMAC127 を載せて使っていました。軽いので機動性の良さで AZGTI に勝るものはありません。しかし AZGTI は大口径の重い望遠鏡を載せることはできません。20センチのドブソニアン望遠鏡は電子観望の幅を大きく広げてくれました。しかし20センチになれるともっと大口径の望遠鏡で電子観望したくなります。自動導入や自動追尾のできない30センチは持っているので、次に買うなら
それ以上の大口径でないと意味がありません。しかし35センチと40センチのドブソニアン望遠鏡は鏡筒サイズが大きすぎて屋上のドアから出せそうにありません。そこで気になっているのは自動導入と自動追尾ができるトラス式のドブソニアン望遠鏡です。これなら小さく分解できるので狭いドアからでも屋上に出せそうです。雨の日は部屋の中にも入れられそうです。スカイウォッチャーのカタログを見ると45センチと50センチの2種類があるようです。シュミットにも最近まで展示されていたようですが何ヶ月か前に展示品セールで売れてしまったようです。私がショールームに行った時にはもうありませんでした。50センチの大口径の望遠鏡が展示品まで売れていることに驚きました。実物はまだ見たことはありませんが自動導入と自動追尾ができる市販の50センチの大口径は他にはなさそうです。自作することは可能かもしれません。しかし自分で作るノウハウがないので選択肢はこれしかなさそうです。皆さんどう思いますか？いいアイデアや情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。あ、皆さんが欲しいと思っている天体機材もしありましたら教えてください。交流したいと思います。以上です。